はい、今日のセカンドチャンネルの動画は、ボトル缶フロート、瓶や缶が浮かんでいます。やっていきたいと思います。まあまあまあ、綺麗なせせらぎと言いますか、川ですね。先生、これ知ってました？見ました。あ、見ました。これ、はい、なんか川を流れていく缶やボトルを見守るだけの癒しゲーム、ボトル缶フロートというものがなんかあるらしくて、川を流れていく缶やボトルを見るっていうゲームらしいんですけども、どういうことだと。ただすごいクオリティは高そうなので、ちょっと期待していますけども、早速やっていきたいと思います。もうゲーム性とか全く分かんない。とりあえずゲーム開始しますね。どう見てもこれ直訳されてるな。わっ、思考経流と下ネタじゃないですよね。ノーキーヤマとクルヌヌ。クルヌヌか、なかなか日本だと聞かない川の名前ですけども、まあじゃあ一番左のこの思考経流かな、これからやっていきたいと思います。さあ来ました。好きなボトルを選んでラフティングを始めましょう。どうしようかな。ヤシファンディスポーツドリンクと素晴らしいコーヒー、バーベンコーラ、ダンノドゥ缶詰、超自酒造。なこれがよりキャラ設定みたいな感じなのかな。僕じゃあこの栄養補給が忙しいでいこうと思います。これもともと多分中国のゲームなんですよね、きっと。多分そうですね。元々の言語が中国になってるので、多分その日本語訳にした時にちょっとこういう変わった文になってるのかもしれないですけど、俺はこの栄養補給が忙しいで、でこれレーシングモードと一人で漂流があるんですけど、まあちょっとマジで何がなんだか分かんないので、とりあえず一人で漂流してみたいと思います。行くぜ、忙しいスポーツドリンク。あー、これ特にできることはあるんでしょうか。おお、石投げれんだこれ。なんかボタンで石投げれるぞ。これは、あ、デカめの石も投げれるんだ。あ、そういうことか、これ分かったぞ。でこういう岩とかに引っかかった時に投げて、ちょっと軌道修正してなんとか岩から出てほしいという気持ちがあります。これでどうだ。あ、やばい、戻っちゃったね。あ、動かせるんだ、先に行って。あー、なるほど、こうやって進路を妨げる岩とかは素手で持ち上げられることができます。つまりこれ直接関与することはできないっぽいですね、このボトル自体に。いやー、無駄に画質いいな。あー、なんかいいなー、心が洗われるな、このゲーム。これ本当にこれだけ、もう水切りしたくなっちゃうような水面だけど、投げてみようかな。はい、え、すごいすごい、プラス12。何がプラス 12？ 何がプラス12なん、これは。水切りで上位を狙う人とかもいるんですかね、これ。はい、あー、むずいですね。はいはいはい、はい、おお、すごい、プラス27。本当にこれだけか。まあ一人泳ぎモードなので、ソロモードはきっとこういう感じでしょうね。なんせ映像美がすごいな。なんかちょっとね、嫌なことがあった人とか、なんか辛いことがあった人とか、こういうゲーム本当何も考えずにやることで、まあ一つのチルタイムと言いますか、なんかサウナに入ってるようなね、ちょっとなんか心安らぐ時間過ごせそうな気がします。こうやって岩に、こうやってボトルに岩を当てて加速させていくのが結構レースだと重要になったりするんかな。そもそも誰とレースするんだ俺。あ、いいっすね、このちょい当てで加速していくみたいな技術。あー、大事ですね。ゴールあるん？これはゴールあるんか？ OK っす。見えましたよ。これで、なんとなくのあれは分かったので、これで次はいよいよ、レースやってみたいと思います。ノーキー山行っちゃうよ。さあ、俺は栄養補給が忙しいで行きたい。で、次、レーシングモードでやってみましょう。なんとなくどういうゲームか分かったので、これで、このレースで俺はトップを狙うぜ。行くぜ！あ、人も妨害できるんだ。やばい、めっちゃオレンジの速い、めっちゃなんかコーラに絡まれてんだけど、やばいぞ。
よしよしよし、いいぞ。よし、そこ乗り越えて、はいはい、3位に躍り出ました。はい、その浮力を使ってまずはその青いやつの先手取ります。よし、いいぞいいぞ、これ妨害してやろうぜこいつ。あ、リードさせちゃった。よし、いいぞ。はい、トップ2争ってます。よろしくお願いします。はい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 、勝ち勝ち勝ち。あとは妨害したいな、なんとか。よし、いいぞ、これトップ2争いだ、負けられねえ。おお、後ろからコーラがすごい勢いで追い上げてきてるけど乗り越えられないってなると、 あなたも詰まるのね。まずい、全員止まった。俺だけリードしたい、ここで。よしよしよし、あばよあばよ、バカども、俺の一人勝ちだそれは。ちょっと面白い、これ完全勝利じゃないもん。え、他のメンバーは、え、3人でやってたっけこのレース。誰も見えなくなってるんだけど、これ俺の勝ちか。ちょっと止まろう止まろう、一回止まろう、待とう仲間を。こんなレースしても楽しくないぜ。一回ちょっと待ちます、他のメンバーを。逆流しよう、川の流れに。ちゃんと逆流できるんだ。陸に上がっちゃったらどうすんのそれ。よし、いいぞいいぞ、いけいける、もう川じゃねえなこれ。いいぞいいぞ、陸でも結構陸いけるな。あ、やばい、来てる来てる、敵来てる。そろそろ戻ります、試合に。え、あんな選手いたっけ、ドラム缶みたいな。誰だあいつ。さすがに1位の座は譲れねえな。そろそろ攻めに転じます。再開。全く新しい顔のやつが1位になってますね。はいはいはい、楽しもうぜこのレースを。どうしちゃったんだろう。ヤバ魚いるな。あ、これヤバい詰まり方してる。まずいまずいぞ。え、待って、ヤバい、まずい。どうしよう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 。え、まずい、これ一番ヤバい詰まり方してるぞ。よし、あ、危ない、ちょっとヤバい、急ぎましょう。かなりリードされてると思う。よし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 、やばいやばい、あとこれゴールはあるのでしょうか。どこだ1位、やばいな、急げ急げ急げ。よし惜しい、ナイスジャンピング。あー、もうイルカみたいでかわいい。はいはいはい、やっぱいいっすね、この実際ボトルに当てて一回沈ませて浮力で上がってスピードを加速するのが結構良さそうですね。はい、こんな感じです。くそ、やるな1位、結構だがもう迫ってきてるぞ。よし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 、他のみんなは誰もいないし、なんか変な魚ずっとついてきてるし、助けてあげよう。あ、やばい、でもレース盛り上げたいじゃないですか。まずい、どうしようどうしよう、当てる角度だな。やばいやばい、結構やばい。あい、来た、くそー、助けちまったのがあだとなったぜ。え、いけるそれ、いけるそれ、あなた。あ、これやばい詰まり方してる、やべえやべえ、ごめん助けらんねえ、あばよ、ごめん、ちょっとあの位置で挟まるとかなり厳しいですね。諦めてこのまま一人で行きましょう。他の缶は全部死にました。これゴールあるんかな。
俺ゴールいつなん、ずっと俺缶に石投げて今時間を浪費してるんですけども、いつゴールなんこれ。あるよねレースだから、さすがにないと俺永遠にこれやることになるけど、いい、みんなそれでいいんだったらやるけど、なんか心落ち着くし、ただゴールあるかどうかだけ知りたいよな。ちょっと楽しいけどさ、なんか実写でやりたくなってきますねこういうの。マジで田舎の川とかで自分の缶決めて岩投げ合って先にゴールしたやつが勝ち、やりたい。ゲームでやることではない。まあそれを言ったら本末転倒なんですけど、いやだからこそだよね、だからこそゲームでやってみたいみたいな、やってみたさゲームですねこれ。本当に昔やってたんだろうな、ちっちゃい頃田舎で、俺の実家の富山県でコウスケとやってたな。それをまさか今パソコンでやる日が来るなんて。あ、なんかゴールっぽくないですか、すごい目の前が空はけててザ海に出ますけどみたいな感じあるけど、これゴールってことでよろしいですか。この先なんかゴールっぽくない、さすがにめっちゃ夏の空だけど、ゴールかこれ。あ、ゴールっぽい、なんか線見えるもん、線見えるもん、なんかランキングだ。僕栄養補給が忙しい僕ですね。僕のタイムが16分55秒、次に素晴らしいコーヒーが18分50、以下略でビリが10位、苦いシカーキコーラ24分57秒。